700年前も我らはここで談笑し競い合い意気揚々と未来を思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように、あの日々がずっと続くと思っていた。先秋人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢は